ひでちゃん、こんにちは。こんにちは。今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。今日演奏していただく曲のお話をお聞かせください。はい。今日はですね、平井康三郎さんという方が作曲しました桜桜幻想曲を演奏させていただきたいと思います。この桜桜幻想曲っていうのは、日本人なら誰もが聞いたことあると思うんですが、桜桜という大変有名な歌が元になっていまして、その曲のメロディーを平井康三郎さんがピアノで変奏曲の形で書いている、とてもシンプルな曲なんですが、この桜桜という曲は元をたどると江戸時代の末期にお琴の習い事の曲として作られたものだそうで、まあ、誰が作ったかということは分かっていないぐらい古くから親しまれている曲です。それに明治以降にですね、今も皆さんがよくご存知の桜桜の歌詞が付けられて、あの今の歌の形になったと言われています。ということもあって、平井康三郎さんは日本で1910年に生まれた作曲家なんですが、そのお琴の奏法ですとか、あの和太鼓のドンドンドンというような音を表現している、とてもこう和風で、桜桜ですから、その日本の季節も浮かんでくるような素敵な曲ですので、そんなところを楽しんでいただければなと思います。はい、それでは演奏していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。